作ってる。はい。はい。マイワールドですね。いやいやいや。5月22日、2本目、道玄坂、ビビビビ。はい、2本目始まりました。みゆさんの小言から始まってしまいましたけど。いやいやいや、いただきました。あれ、なんだっけ、京都ファンの方からいただいた、はい、紹介させて、バームクーヘンの紹介より先もらった人の紹介させて。美味しいですか？もう抹茶って感じ。いや抹茶やから。これファンの方からいただいた差し入れでして、評判で抹茶味なんですけど、みゆさんがめっちゃモリモリ食べてます。美味しい。自由ですね。苦い。え、苦い。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 そこだけ食べたらそりゃ苦いですよ。一緒に食べて、いろんなところ一緒に食べてくださいね。美味、はい、しい。まあなんかこんな感じの、はい、ミュウさんワールドで始まりましたけど、2本目です。はい、2本目始まります。はい、じゃあ紹介しておきますか。やっぱ最初ですからね。はい、ピース大好き、渡辺美優です。よろしくお願いします。はい、ここで使ってきましたね、ピース。1本目はなかった。ちょっと今びっくりしちゃった。ここでまさか使うとは思わなかったから、ね、びっくりさせようと思って取っといたの。あ、取っといたの。かなり得意げに言われましたけれども。はい、今ちょっとびっくりした方はフラワーエージェント所属の小川彩と申します。どうぞよろしくお願いいたします。おかおかー、やったー、この黄色い線ありがとうございます。なんか 毎回の恒例、これも毎日言っていいの。いや、もう LINE とかでおがおがーって来たら、もうなんか多分既読無視。既読無視しちゃった。既読無視しちゃった。ゆうさんおはようございますって言っちゃう。きっと、ね、2本目はね、ちょっとこう私たちのお話をしたいなと思います。はい、はい、ユニットのお話ですね。来ました、ついに。はい、ユニット名。はい、ちょっといきなりすぎてびっくりしてる。え、誰誰びっくりしてる。はい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 、ここにびっくりした人いる。びっくりさせた人とびっくりした人がいるけど、ユニット名まだ言ってないもん。いきなりすぎて、いや今日こういうことがあってユニット名はこうでっていうのかなと思ったら。どうぞ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 。いいですよ、お願いします。いや、まあ今日ちょっとあのユニットでマネージャーさんと私たちでちょっとこう音を歌詞を合わせてきたりとか、ちょっといろいろやってまして、1曲できて、カバー曲も1曲決まりました。はい、あとは私が手掛けるだけなんですけれども、はい、はい、それでね、ユニット名もそして決まりましたので、はい、みゆさんからどうぞ。どうぞみゆさん。はい、フェアリーテールです。はい、ありがとうございます。はい、フェアリーの間に星つくの。あ、そう、星テール。はい、星テールみたいになってる、名前が星テール。フェアリー、フェアリー、星テール、テール。はい、いやね、そう、可愛い感じで、可愛い感じで、可愛い感じで、まあ、みゆさんが決めていただいたんですけど、私、何でもいいですって何がいいかなって言ってたら、え、でもジャパンの時ダメ出ししたじゃん。ジャパンはね、さすがにね、ジャパンの、あ、なんか3つぐらいなんかローマ字があって、それに全部意味を当てがえたらダメやなと思って、さすがにそこはちょっと NG でって言いましたね、さすがに。かっこよかったのに。多分みんなに聞いたじゃないですか、みゆさん。みんなに聞いて、賛同を得たのゼロ。ゼロ。ダサいって言われた。ダサいって言われた。ダサいって言われてた。もう、お、出た。え、尻尾じゃないんだよね、テイルは。テイル、テイルとテイル。なんていうの、物語みたいな意味が。妖精の物語。ちゃんと調べたんですか。そう、意味が。ちょっと感動してます、今。あ、そうなんですか。え、あって、だからこれから頑張っていきましょうみたいな、見ててくださいみたいな。そう、そう、あっちにお願いします。で、妖精みたいな存在になれるように。そうそう、まあ、不思議な感じはもうすでに出てるから OK 全然 OK。 全然不思議な感じだって、妖精が来たらさ、いいことが起こりそうじゃん。あ、そうそう、そういう感じ。イメージ的には、イメージ的にね。そうそうそう、イメージ的にね。なんかありがとうございます。意味は初めて多分言ったよね、聞きました。小川には、はい、妖精の要素はどこなんでしょうか。妖精の、妖精の要素はどこなんでしょうか。妖精の要素はどう
妖精が好きだから。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そんな私たちですが、よろしくお願いいたします。これからね、本当によろしくお願いいたします。ライブが6月の末ぐらいにできたらいいかなと今、はい、話の方を進めさせていただいているので、最後の週だよね、はい、最後の週のまあ末ですからね、どこかで、はい、どこかでまたやるので、あの話があって、はい、また決まり次第ブログ、フェイスブック、ツイッターで、はい、と、まあ、土下座家さんの方で、そうですね、あの話できる機会があったらお話していくかなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。来ましたね、ここまで来ました、ついについに緊張、かなり緊張してて、みゆさん私も緊張してるけどちゃんとできるのか、うーん、不安まあ、慣れなんですけど、でもさ、場数を多分こなしていかないと、きっとあれかな、はい、そうです、何でもそうですよ、舞台にしろ、ね、映像にしろ、何にしろそうですよ、とりあえず頑張るしかないので、そうだよね、頑張りたいと思います。はい、いや緊張するけど、まあ頑張りましょう。まあ衣装の方はね、そう、衣装は、衣装はまだちょっと未定なんですけど、まあ、大もね、私服になるんじゃないかなと、まあ、見に来ていただいたら楽しみですね、それは。バラバラ、毎度毎度見に来ていただいたら、え、水着、まさかの水着やん、水着やん出た、水着でやるし、水着、すごいな、水着か、すごい、素足ですか、素足、素足だったらなんかで、途中で撮影タイムあるの、撮ってもいいですよ、すごい、いろんな感じのライブがあるという、昔のランキングが、チームカラー、チームカラーとか考えてなかった、考えてない、色あるんですか、色とあの、あ、確かに、あのライトが、あ、最色がいい、嬉しそう、めっちゃ嬉しそう、赤とか、赤好きです、赤とか、ピンクはさ、ピンクはいっぱいいますよね、ピンクもいる、いっぱいいるのやめよう、黄色とかも、黄色いっぱいいるくないですか、黄色がいなそうですよ、ね、黄色も中にいる、あんまりいないですよ、ね、ほら、あんまりいないのがいいと思う、やっぱり赤はいますか、赤は多い、赤とかもいいですか、緑は、緑はあんまりいないかも、やっぱあんまりいないとこ攻めてきて、じゃあ黄色黄色にします、ね、サイリウム黄色あったかちょっと確認しないと、サイリウムって何ですか、だからライト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 、なんかさ、プシューみたいな、違う違う違う、サイリウムがちょっと緑、サイリウムガスですよ、サーしかあってへん、サーしか、サーしか、いや大丈夫か、いや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 、あ、おがおが、え、これ色別々なんですか、いや一緒がいいよね、一緒でもいいし、別々だとだってどのぐらいさ、ファンの差ができてるとか出ちゃう、やだ、やじゃない、寂しくないそれ、なんでもいい、いや私やだ、自信ないから同じ色がいい、自信ないから、いや同じ色、同じ色にしよう、黄色がいいの、いいですよ、だって赤かぶるんだったら、え、赤だっていっぱいそうじゃない、なんか赤って、あんまりライブ行かないから、黄色にしましょう、じゃあ黄色です、黄色、オレンジある、え、オレンジ、オレンジかわいい、なんか、なんかユニット名と合ってる気がする、オレンジ、水の長い色があるので、長い色がない、オレンジが多いですか、多い、オレンジあんまり中にはいるけど、そんな間取ってオレンジ、間取ってオレンジ、赤と黄色の間取ってオレンジ、オレンジ、オレンジ、全く少ないわけじゃないけど、どちらかというと、どちらかというと少ない方かも、黄色とオレンジだとどっちが、黄色が少ないかもしれない、黄色あんまり見ない、黄色いいの、少ない方がいい、人と被りたくない、まあ、あの先が決めるかと、どっちか、あのまだ流動してるけど、まだまたおいおいですね。オレンジで、ね、まあ、うん、一緒だと応援の意味なんです。オレンジ出ました。オレンジいただきました。オレンジで。いやでもオレンジ好きですよ私。私も好き、うん。人とあまり被りたくない。確かに。なんかありがとうございます。多分ミュウさんにかなりツンデレです。え？本当に？私にも振ってほしい、赤いサイリウムお待ちしておりますよ、なんでいいな、なんか古い、来てね、いいな、振ってほしい、大丈夫、ちゃんと振ってくれますって、自分で振るの、じゃあ自分で自分のサイリウム振るみたいな、歌いながら振るみたいな、自分で振ります、いやいや黄色でしょ、
自分で自分で気のみたいな大丈夫です、ちゃんとちゃんと応援してくれてますから。ツンデレなだけであって、あ、なんかまた今よしそれやりすぎたらベーって香るから、やめよう、うん、やめよう、やめよう、へー、楽しみ。そうですね、まあまたこれから、まあ、暑い夏ですからちょっと体力もつけないとですね。確かに汗ダクダクだと思いますよ、え、そんな、そんな、だって熱気とかもあるし、やっぱり室内やし、多分暑いんじゃないかな。いや、わからない。歌ってる時にさ、ただ歌ってるだけなのにさ、みんななんかやるじゃん。もうすでになんかカラオケとか行っただけで歌ったら汗かきますね。もうなんかすいませんって感じなんですけど。え、靴もわかんないし、ヒール履いてる人っているんですか？いる？い、転ばないですか、その人たち？ここまで激しく動かないでしょ。そういう人もいるけど、あ、だからヒールが多いかもしれない。衣装にいるね、だいたい。確かに。スニーカーとかそんなのないよ。スニーカー？ないって、ないって言われた。大丈夫、人と被ってない。え、いいな。衣装にいるからね。ね、ドレスかけてるとやっぱりそうだね。確かに、確かに。私シューズで行きます。違う服をね、着るからね。かどうしよう、キャラが違いますか。難しいな。毎回テーマ決めてこうね。だからテーマね、こういう今日こういう感じ で, みたいな。でそれに合わせていきましょう。ちゃんと打ち合わせしていきましょう、ちゃんとね。あ、確かに汗かいたレートフリー、さすがね。さすが分かってる。いやいや、食べてくださいよ、冷凍プリンを。とりあえずやってみる、家で。うん、ぜひやってください。プッチンでいい。プッチンで、ぜひプッチンでお願いします。プッチンでやってみます。さっき、ぜひプッチンで。あの、なんか生半可なやつはダメですよ。あ、でもね、ガチガチすぎると若干プリンが刺さないんですよ。そうだよね、うん、だからちょっとまあ刺さるぐらいかな。うん、いいかな。ゼリーとか美味しいよね、凍らせて。え、ゼリー、まあ、ゼリーはなんかちょっとありきたりなんですけど、プリンやからこう、ワッショーみたいな。プリンは食べたことない。え、給食とかに出ませんでした、冷凍プリン。うそー、給食。え、そんなの出ないよ、関西だけかな。それ多分あれじゃない、こう腐らないように凍らせて持ってきて、時間で間に合わないからそのまま出しちゃったみたいな。違う、だからさっきも言ったけど、保存の仕方がなんか安易。プッチン凍らせても出てこないよ。ああ、こうやってやってねってこと、うん、あのパカッてね、うん、出てこないからねって、うんうん、いやいや、全然普通にスプーンで。いただきます。そのままちゃんと食べてくださいね、はい、あの透明な容器のままで食べてくださいね。プチンカチッてやってもなんか多分微動だにしないんで。プチンプリン微動だに、ね、そうだね、空気入んないもんね。いや、空気入っても落ちないからね。固まってるから、こんな感じ。そうだね、かわいい。なんかかわいいって、なんかかわいいってプリンが。ねえ、え、言ったっけ、もうカバー曲何になったの。え、言ったっけ。まだです、決まったね。そうそう、今だってあのプリン、いきなり、ね、このプリンの話になったんですけど、うん、まあ、とりあえずカバー曲発表しますか。はい、お願いします。私カバー曲はカバー曲はですね、グリーンさんで愛歌という歌を、はい、まあ、私たちに使わせていただくことになりましたので、はい、そこはまあね、うん、頑張って頑張ろう。グリーンさんの何恥のようにちょっとこう本当にハードル上げたんで。いやいや、何も恥のようにそれなんて。トップアーティストさんに ね、やはり私たちもそうなれるように。そうだね、はい、頑張って一生懸命歌いましょう。そうだ、いっぱい練習しよう。いや、かなりプレッシャーを感じていらっしゃいますけども。一回ね、やったことあるんだよ、ライブ一人で。一人でライブ、何歌ったんですか。その時は、はい、そばかすと、めっちゃ、あとカチューシャの2曲を歌ったの。あ、AKB さんの。そう、あ、そばかすの2曲を歌ったんですけど。そばかすってあれですよね。そう、あのジュリアアニメの、そうジュリマリのね、ルローニケンシン、そう歌ったんですけど、めっちゃくちゃ緊張して声が震えちゃって、私もう二度とライブやらないってその時に誓った誓った。で、ずっと来ました、2、3年。まあまあですね、2、3年。うんうんうん、やらない、もう絶対やらないみたいな。もうなんか言われても大丈夫です、私はいいですみたいな。マネージャーさんから言われても固くなに大丈夫です、私はできないんでみたいな。でも
なんかやっぱこういろいろ周りを見ていたら、まあ、もうレースクイーンも今年はできてない、うん、どこで表に出るんだろうと思った時にないなって思って、はい、やっぱりじゃあ何かそう表に出る機会がないとなって思って、確かにね、一人じゃないならやりたいって言って、ところに私が登場したとそうなんです、そう、まあ運命がそうしろと言っているのもんですね、だから頑張りましょう2人で、そう頑張りましょう、プレッシャーその時があるから、ね、内臓が内臓私ですか、私はちょっと声が高い音が苦手なんで、湘南の風さんだったりとかケツメイさんだってちょっと男性寄りになってしまうんですよ、はい、でもなんだっけホリプロじゃないよ、なんだっけ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 、ジュリアンドマディじゃなくてなんだっけ、 HY も歌います、でも HY っていう沖縄のアーティストさんがいるんですけども、HY さんとかもだったり、だからちょっとラップ系なものが、でもすごい一回一緒にカラオケ行ったんですけど、めっちゃ歌うまかった、いやいや、どちらかというと私はちょっとあの大丈夫安定しない安定はしない安定しない、いや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 、得意な歌を歌わせたらなんか大丈夫です。でも私は、いや私は音痴だから、でもアイドルの歌を歌ってらっしゃったんですよ、その時あこれが女子だとか思いながら女子だなって、だってほら前にも言ったけど、カラオケとか歌を歌う時って私はお酒を飲んでる時しか歌ってなかった今まで、うん、お酒飲んで、ね、カラオケ行くぞみたいなのしかないからお酒を飲まずにシラフで歌うっていうことがどれだけ緊張することかみたいな、なんかあ自分の声ってこう、いやどんだけ酔っ払ってカラオケ行けるんですか自分の声みたいな、でも結構いい感じにベロベロになったから最高みたいな、ね、そうそうそうが多かったから、いやそういうわけにもいかないですからね、ステージでお酒飲んでから、そうだね、ちょっとじゃあ失礼しますさあ定義づけに行きますけど、ね、行きます、いないわーみたいな、そこの間ね飲むんだよね、大体水とか飲んでる姿はってやられたけど、あれあの子の水ちょっと黄色くないみたいな、どれみたいな、よく飲んでるやつあれ黒霧島みたいなあれみたいな、梅干しさ梅干しさ緑茶杯とかウーロン杯とかやばいですよ、緑茶と見せかけての杯お酒いやね、シラフで歌うっていう、私は常にシラフでしか歌わないね、いや慣れてこそれにも、いやそれに、いや私はそれが標準なんで慣れるとかどうとかじゃないです、ね、慣れてきます、慣れて、はい、じゃあ皆さん慣れて頑張ってくださいそこは私はにはどうにもできないところなんでね、いやステージの前観客だったら、いやそれはね厳しいですね、私だからその初めて一人でやった時に私の声じゃなくてそのファンの人の声が歌ってくれてて、私がもう緊張して声が出ないから歌ってくれてて、その声が聞こえてます、ライブハウスのファンの人って優しいからね、ちゃんと休めてくれる、ここでここで歌ってほしいよ、ここで練習してほしいよ、ここで、いや今日本当はねカラオケっていうあれだったんですけど、まあ、ちょっとこう、ここでカラオケやろうと思ったんですよ、みたいな、この番組中に、だけどなんか、そうそう、なんかあれだなと思って変えました、ね、今回は できる時があれば、今回ね今日多いの最近でも、そうなんですよ、だから、マイクでそのコーナー怒られる、その人が真ん中にずっとカレーありましたからすごいいい匂いがねしてた、みんなでカレー食べたいね、食べたかったカレーが得意なの、いやなんか結構パスタとかも出てきて、なんかいろんなものがありましたね、パスタ、パスタね、ねえ、やれる機会があればね、やりもうね、歌わせてもらそうだね、やるようになれば、早いな、時間が今日早い、あっという間、うん、でかなりのテンション上がってますけどグリーンのアイウタはテンション上がるのでしょうか、やっぱみんな知ってますからね、人気な曲ですから、そうだね、
でもさっき聞いたらやっぱみんなアニメ系が多いって言ってたからどうなのかなってちょっと思ったけど、まあ、また今後変えることがあったら相談しながら、ね、でもなんかあれがいいよね、歌いやすかった声的に、声出しやすいっておっしゃってましたよね。出しやすかった。私実はちょっと高いんですけど、え、じゃあ違うのにしようよ、言ってよ。え、いけますよ、だって出てたんです。出てた出てたけど大丈夫です。本当にいいのに合わせない。役者の歌大好きです。めっちゃいい歌。いい歌ですよね。いや本当にあれでも高いのかな。男性の声にしたら高いと思います。あー確かに確かに。ビーズさんとかよりだとちょっと違うけど、まあ、どっちかというと 高めだったね、うん、でもね、いい歌。確かに。え、でも奇跡も好き。奇跡、確かに奇跡も。ただちょっと尺的に、あ、尺的に。いや、本当は湘南の風が良かったね。そうなんです、本当は湘南の風さん歌をウェーって盛り上がろうぜってなったんですけど、7分、そう、7分っていう、ええー、みたいな。ちょっと時間的に無理だよね。しかもなんかきっと多分びっくりされる。湘南、ね、の風とかやっちゃった、あーってなったら、みたいな、あ、みたいになっちゃうきっとね。みんなびっくりした。いますか湘南の風は。いない。いや、いないと思う。私もいないと思う。本当にいないと思う。男性の歌自体多いよね。あ、確かに。1回だけキックボクシング見に行ったら、ちょうど湘南の風が間でライブやって、いいの、すごい、いいな、見たー。うわーって感じですよね。いいよね。湘南の風歌いながらキックボクシングできますよ、ボクシングだったら。いやーもうねー、あれは長かった。でもさすがに7分は、ちょっと時間的にそうだよね。7分ね、飽きると思う。7分もしたら、そっか、同じ歌は7分。確かに。あ、そっか、やっぱ長いんだね。長いです。感想とかも長いし。確かに。いや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 、これを見て終わったんだね。完全に完全に長いのか、ね、難しいですからね。え、難しい。歌詞考えるのもすごく難しかった。私はっきり毎日毎日毎日書いてはぽーい、書いてはぽーいみたいな。え、まず曲とその言葉を合わせるのが難しかった。難しい。まずそこが難しい。かな、合ってなかったしな。私聞いた曲を聞いて、かなの言葉を これにしたいなっていうのを決めてて、合わないじゃん。で、曲を聞いて合わせた言葉を無理やりこう。ずっと巻き戻し。え、なんかさ、あれだよ、リズムとか、こうやって書いてた、こうやってたたたたたみたいな。で、ここに言葉を当てはめる。そうってやってたらさ、間違いないみたいな。まあ、リズムをこうやって、分かんないから、たまに、何文字なの。たまにミュウさんって天才的なのか。え、そうかも、何文字か分かんないから。曲のテンポで早いの？1曲はめちゃくちゃ明るい曲。私のが、そう、めっちゃ明るい。明るいね。ロックはミユさんの方、どちらかというとロック。ホワイトハイシーンロック上手な話しろ。そうですね、ギター。あ、でも結構さ、歌っててさ、結構あれじゃなかった？結構忙しくなかった？忙しい。私だけ忙しかった。アップテンポだったらね、多分みんな乗ってくれるよ。ああ、最後だってぶっ通しだったじゃんね。乗らない。だから、肺活量鍛えないと。だから、ワイフのアップテンポだったら、こうやって乗りやすいからね。え、でも、チョスタンで両方ともアップテンポだったよね。そうですね。わりかし乗りやすい。かっこいい系がミユさんで、どっちかというと可愛らしい系が、逆。ちょっとね、すいません。ちょっと、疲れだったんですよね。ブルースって、早くフリフリしてない。いや、多分打たれましたなって。おい、あいつみたいになっちゃうから。やってこそれで。いや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 。いや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 。今のドレスですか。こことか結構あれですよ。結構がっつりしますよ。だとか。そうですね。いや。難しい。難しかった。本当に。まあでも頑張っていこう。そうだね。曲とか増えるのかな。まあ増えたら増えたで嬉しいですね。でも今はあの2曲をすごく大切に歌っていきたいと思います。そうだね、うん、本当に一番初めのいいやつです、うんうんうん、作っていただいたし、常に感謝の気持ち忘れずに、私たち、そうだ、そうだ、ね、なんて言ったってね、そうだね、曲だね、来年がね、言っちゃっていいのか分かんないけど、タイトル、私が考えた方は
ありがとうっていう。デートっていうの。いいのかなと思って。タイトルがありがとうっていう。まあ曲のテーマ的なうちらのユニットのテーマ的な、まあ、感謝の気持ちだったみんな。いやいやいや最後もね。最後最後。最後。確かに。最後もちょっとあるんです。ちゃんと振り最後だけ振りがあって。まあ、多分うちららしい。ね、オチじゃないけどそうだ、うん、めっちゃ面白いと思って、そこでみたいな、まあ、多分関西にしてたらなんでやねんって言うお前なんでやねんってなるけどこれあれだねお互いで最後なんでやねんってなるとこ多分きっと絶対なるよねわーってなってて嘘みたいなあの子ら最後なんでやねんなんでやねんってきっと楽しいライブになると思いますよそういうのはでもいいかもしれないね。なかなかいないからみんなの。かぶってない。出た。ミユさんが大好き。かぶってない。かぶりたくない。まあ、そんなコーナーで私たちこれから頑張ってきますので、ライブぜひあのまた告知しますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。CD も発売してなかったね。まあまあ、これはちょっとまあ皆さん。緊張しないで歌えるようになってから。いや、そこは大前提でしょ。だから練習するんですよ、みゆさん。あんだけ日程こう頑張ってきてる。あの少ないなって思っちゃう。あれだけど。でもあそこで。でも集中する1回と、集中しない10回だったら集中する1回の方がいいです。そうだね。回数じゃなくて、多分その都度の集中力だと思う。そうだね。頑張りましょう。そうだね。いやー、まあ、それかんやで、次回の次回告知もしたいなと思うので、はい、次回。まあ、6月4日なんですけれどもゲストの方がまだちょっと未定なんですけれども、はい、来ていただくかもまだちょっとあれなんですけどとりあえずゲストの方が来ていただけるようにはな、はい、まあそういう形にはなっているんですけど皆さんが大好きな方が来る大好きな方が大好きな方が今度でそれにちなん で6月の4日にあのここでたこ焼きを、はい、たこ焼きをやろうと思って、まあ、機会も準備9割ミユさんがたこ焼きしたいってあのゲストが歌うんじゃない、まあ、え、聞いてみたい、まあ、その歌そんな歌でしたっけ6月4日は水曜日でたこ焼きやりたい。煙に気をつけながら。はい。なんか焼くよ俺たこ焼き。え？だって関西出身だから。私も何するか。あと仰げばいい。でもだから仰がなくていいってたこ焼き生姜につくから煙全部こっち来るから本当に。たこ焼きはこうやらない。いや。たこ焼きのあれたこ焼きあるの？あたこ焼き器は準備します。はい。たこ焼き持ってない。あ家帰ったらあるここ俺単身やから。家帰ったら準備します。私も実家にはあるんですよ。今のたこ焼き器って自動で回ってってくれますよね。振動。なんか高そうじゃない？そうなんですか。振動を持ってこう勝手にこう。ダララ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 みたいな。それもいいな。いいけど高いよね。わかんないです。普通なんですよ。いや、何でもいいですよ。そう、あの見て決めます。そうですね。一緒に見に行きますか。そうだね。いちご入れたりとかするのだけやめよう。え、普通のがいいよね。もう普通に、あの醤油味が食べたい。え？え？ソースじゃないの、たこ焼き。ソースとマヨネーズと。だ醤油系でね、あの出汁とかいろいろあるから。食べてみたい。ポン酢ネギマヨネーズとか。それがいい。え？それがいい。さっきまで醤油引いてたのにポン酢と聞いた瞬間これ。え、普通のしか食べたことない。結構焼くの時間もあるよ。え？だからちょっと。最初に焼いとかないと、2、3、6分ぐらいとかだから。あ、そうなんだ。だからちょっと最初焼き始め、パチパチ言いながら、はいどうもって言わなあかんっていう、ね。なるほど。で、ここでこうやっていいか多分私が、はいどうもって言ってやってるんです。かっこいい。いい、それ楽しそう。かっこいいって。じゃあ、ね、告知というか。はい。早い、今日は。あれをしましょう。私、はい、結局アカウントが作れないという。どうぞ、みゆさん。はい、渡辺みゆです。アメブロ、フェイスブックとツイッターやってるので、よかったらフォローしてください。告知とかは、ここのどこかで毎日のようにいろいろ書いてるので、よかったらコメントください。お願いします。はい。よろしくお願いします。はい。
私、フロマエジェと小川江です。ちょっとね、消しちゃったんですけど、アメブロとツイッターやってて、あのツイッターはアカウントをもう一回作成するので、あのまた、まあ、アメブロに乗っけれたら乗っけます。また、アメブロ乗っけれなかったら、また次回告知するのでよろしくお願いします。はい、はい、次回は6月4日、さっきも言ってたけど、たこ焼き焼きます。はい、もしよろしければ来てください。よろしくお願いします。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。